なんだっけ。もう忘れてる。短期集中型だからさ、一回ポンってやったらもうすぐ忘れちゃうんだよね。テストも同様、すぐ忘れる。本当にもう忘れた。多分あと数時間後にもう一回歌ってじゃない、踊ってって言われても踊れない。もうみんないいねとコメントお願いします。なんかリンクコピーしたらあれさ、バズるんだっけ。違うっけ。見に行ってきた。髪ツヤツヤ。本当に。でもそろそろ美容室、なんかさ、この間カシちゃんとね、お友達とかと海に行ったんですけど、海行った時になんかコシちゃんにも言われて、こんな髪色明るかったっけって言われて、確かに髪色はなんか別に明るいの嫌じゃないんだけど、明るくなってる気がして。美容室に行かないと。やっぱさ、海とかさ、私サウナが好きで、最近あんま行けてなかったんだけど、この間久しぶりにサウナに行ったのね。だからでもサウナハットとか持ってないのよ。でも荷物になるからめんどくさくて。サウナとかってやっぱさ、超暑いから髪痛むじゃないですか、もちろんのごとく。海も行ったし、塩水で髪バッサバサになるしだからね、美容室行かないと。たこたこ太郎さん、ありがとうね。海の写真、そう、なんか普段あんまり自撮りしないから、なんかこの間海行った時にね、久しぶりに超写真撮ったんですよ。めっちゃ写真撮ったんですけど、なんか何載せようと思って、撮りすぎて逆に何載せたらいいか分かんなくてやばいよね、ずっと溜まってる。前ストーリーに1個あげたぐらいじゃない、あともうあげてないもんだって。クロちゃん、ありがとう。だからちょっといい感じの写真を選別して載せようと思いますそうなんですよ。え、てか海でめっちゃ日焼けしたんだけど、やばすぎ。タコタコ太郎さん、なんかありがとう。なんかね、日焼け止めもめっちゃバッチリ塗ってって、で暑か、その日めっちゃ暑かったんだけど、なんか日焼けしたくないからカーディガン持ってってたので、海中もずっとカーディガン着てたんだけど、これじゃ分かんないよね、ちょっと白く見える、あんま変わってないように見えるかもしれませんが、ちょっとライトがあるし、これこのねライトでちょっと肌白く白飛びしてるからいいんだけど、腕が焼けたね。足とかはね、全然なんか水着を、ひじ水着持ってなくて、なんかカシちゃんと伊豆に行った時も私水着着なかったしあと沖縄に行った時も、現地でなんかプールとか海入ったんだけど、現地でなんかウェットスーツみたいなさ、やつを買ったのよ。買ったってか借りたりとかしてたから、別に水着買ってなくて、んでだから水着持ってなくてさ、引っ越しの時にいらないなと思ってまた新しいの買おうと思ったから捨てたんだけど、で今回は持ってなかったから現地で買ったので、なんか普通に上はビキニなんだけど、下、まあ、ビキニのやつの上になんか長い濡れてもいいなんかパンツみたいな感じのがあったから、日焼けしたくなかったから丈長いのがあって上はカーディガン着てたんだけど、焼けたね。ビーチに、いや海入りましたよ。海入った。全然水着嫌いじゃないんだけど、忘れちゃうんだよね、なんか買うの。それもさ、多分さ、すぐさ、あの水着欲しいってなってもさ、確かに店とかに行ったら買えるけど、大体ネットとかで可愛いの買ったりするじゃん。それ すぐ届かないでしょ、前日とか。結局間に合わず現地で買っちゃう。
インテリアクザさんありがとう。いや、こっちゃんと行った時の水着はね、もうとっくの昔にもうバイバイしたね。あれ1回ぐらい着てないかもしんない。でも水着ってなんかさ、そのシーズンなら何回も着たりするかもしんないけど、次のシーズン新しいの欲しいってならん？なんか断捨離とかで少なくしちゃうね。私は泳げますよ。一応ね、小学校の頃何年間かずっと水泳スイミングに通ってたので、一応泳げますね。ねえ、買おうかなと思ってるうち夏終わる。それはマジでわかる。大体そう、なんか友達と花火したいねって、今ずっと浴衣着て花火したいとか、なんかバーベキューしようって言ってるんだけど、結局せずにしたいしたいで終わっちゃうんだよね。ねえ、でマジで花火はしようって言ってるから、花火したいな。水着は毎年買い替えるものだって。確かに、なんかあんまりこう使わないよね。なんかすく水とかさ、そういう風なのは、ね、学生の頃はずっと着てたけど、逆に今すく水着たらエロいよね。なんかこの年ですく水って結構やばくない？もうないけど、なんかグラビアですかってなりそう。浴衣は着ないの？浴衣はね、まだ着る予定ないかな。ないですね。多分最後に浴衣着たの、ななみちゃんと YouTube やった時かな。多分そんな時だ気がする。で多分ななみちゃん家に浴衣置いてきたから。持ってきてないから、確かなあちゃんの実家の方にあるって言ってたかな。置いてるって言ってた気がする。なんか昔はさ、その握手会とかあったからさ、毎年なんか来てたけど、意外とね、プライベートでお祭り行くとかなってもあんま浴衣とか着んのよな、肘。そう、なんか仕事だったから浴衣着たりとか、ハロウィンでコスプレしたりとかしてたけど、プライベートね、案外何もしないかもしんない。なんか行事ってなっても意外とななんかしない、あんましないタイプかも。なんかそれこそしようって言われたりとかね、言われたら全然するけど、自分からはしないかなって感じ。でも可愛いよね、やっぱ浴衣とかね、水着もそうだけど。着るより見る方、まあ確かに意外とそっち側かもしれない。自分がするよりって感じかもな。でも今年関東祭り、秋田のさ関東祭りとかもやってたみたいで、私は地元帰ってないからちょっと分かんないっていうか見てないけど、なんか SNS で流れてきて、花火大会とかもねあったりとかして。分かんないよね、なんか、いやすごい、なんかタオル、なんかちょっと申し訳ない、連絡が来て、電話が来てしまって、ちょっと電話出てました。そしたらなんか画面が変なことになった。最悪最悪だ。これどうやったら治るんだろう。どうやったら治るの。これなんかカメラとか逆にしたらいけるんかな。そんなことなかった。横にする。あ、直し方分かった。ちょっと申し訳ない。
申し訳ない。はい。久しぶりにおかしかったんだけど。ありがとう、クロちゃんもありがとう。あ、今日ご飯食べてきたんですけど、そのご飯食べたところでデザートにメロンが出たんですね。そのメロンがめちゃめちゃ美味しくて、マジ超絶うまくて、そしたら持って帰っていいよって言われて、やばくない？お宮でもらったんだけど、それを冷蔵庫に入れずにここに置いてあるっていう事実、ビビった。でも大丈夫か、この部屋涼しいし、ちょっとある、冷蔵庫まで歩くのめちゃめちゃめんどくさいんだけど。いや、一個じゃない、なんかね、かけらって言ったらしょぼいけど、一個丸々はちょっと食べれないから、半玉ぐらいもらってきた。かけらはちょっとしょぼいね。フルーツだと何が一番好きなんだ、何が好きなんだろう。でもいちごとかが結構無難に好きだけどね。いちごかな。で、昔はなんかスイカとかそれこそメロンとか売り系あんまり得意じゃなかったんだけど、最高、ありがとう、かわいい。なんか何それ、スポットライトみたいな。こんばんは。なんかたくもありがとう。今スタバでさ、ご当地のなんかやつあるじゃん、ご当地。私最近マックもなんかファストフードだっけ、ファースト、あれファストフードだよね、ファストフード系なんか食べてなくて、ずっと。でもスタバがそれに入るかはちょっとまた別の話だけど、スタバのそれが飲みたくいいんだけどさ、いつも忘れちゃう。ちんすこう絶対美味しいよね。あと何だっけ、ほうじ茶とぶどうだっけ。でもさ、スタバってやっぱ季節物とかさ、そういう限定フレーバーみたいなのあると混むじゃん、めちゃ。なえるよね。まあまあ、ウーバーが一番いいんだけどさ、大体ウーバーってそういう季節ものさ、優先順位的にやっぱ店舗に来てくれた人だからさ、なかったりするんだよね。ヘイの家の近くのスタバのところが今危ない、今自分で制御かけたから、肘の家の近くのスタバのところがちょっとなんか文章おかしくなったけど、場所言うところだった。肘の家の近くのどこどこのってやばすぎ、怖すぎるんだけど。変なところは混んでんだよね、何個かスタバあるんだけど大抵どこも混んでる、怖い、ね、まあ別にバレたからといってあれなんだけど。
通の会話してる手で喋っちゃう。なんかお腹いっぱいなんだけど、なんか食べちゃうな、口が寂しくて。今 TikTok 見てきちゃう。だってありがとう。なんか自撮りも TikTok もそうだけどさ、やっぱ1個じゃないじゃん、何個か撮ったりとか何枚撮ったりするからさ、もはやなんかどれがいいのか分かんなくなるんだよね。何が良くて何がダメなのかっていうのが分かんなくなる。だからそういう時にまあこれでいっかってあげる。最後適当。初見です。まあ、これさ、服にねこの美獣がついてるのよ。なんか引っかかるんだよね。髪の毛とかたまに引っかかるんだけど、これなんかニットとかと洗濯一緒にしちゃったら終わりそう。片っぽで丸を作ってしっかり持ってて、ぐるっと回って、もしかして冷蔵庫にプリンがあるんじゃない、もしかしてだけど、確かクロちゃんありがとう。ちょっと冷蔵庫見てみよう。っとこれさ、意外とミニスカ、あ電気消しちゃった。あーメロンメロン、あー忘れてた。でも座っちゃった、負けだ、悔しい。せやんせやんメロンやん。あーくそー、ごめんな、また冷蔵庫に入れてやれなくて、次の当たった時に。くそープリンで頭がいっぱいだったぜ、ごめんな。ちょっとまたな。ちょっと待って、耳があったんだけど、プリンも持ってきたけど耳が食べたい。全部食べれないけど一口食べたい。そういう時ってない？マジいつ入れるんだろう、配信終わってから入れる。久しぶりに耳が食べるんだけど、なんかでも最近じゃないの、なんか食べた記憶があるんだけど、いつだっけ。なんかプリンも持ってきたんだけど耳側に敷かれた。いや、コンビニ、なんか思い出した。お酒飲んだ時があって、お酒飲んで結構ちょっと酔っ払っちゃったんだよね。で、お家帰ってきて
やっぱお酒飲んだって言ってさ、ご飯食べたくなるやん。それでベロベロで耳が食べたの。なんか麺となんかコンビニで耳側が多分目に入って、耳側食べた。それだ。うんうん。がベロベロ。確かに、なんであんなになったんだろう。忘れちゃった。ママもありがとう。右側は豚の耳だよね。豚の耳だよ、そのまんま。軟骨のもっと柔らかいバージョンって感じ。おいしい。昨日中華食べ行ってさ、夜美味しかった。フカヒレスープ大好きなんです、私。マジで美味しい。チビ、テビチって何？フカヒレはね、なんか味っていうか、もうなんか食感だよね。ふるんって感じ。あ、豚足のこと？昔豚足めっちゃ好きで食べててさ、だけど一回お母さんがね、豚足に当たったことがあるの。結構本当に夜とかなんか食べてたのね。お母さんが好きで食べてたから今もらって一緒に食べてたんだけど、お母さんが豚足で当たったの一回。そしたらもうそっからお母さんも食べれなくなっちゃって、今でも食べれて、それ小学生とかの頃だよ。もうひじ若かった、小学生も若かったね。でも何年もずっと食べてないと思う、あの人。でも当たると怖いんだよね、たまに。それから食べてないかも、食べなくなった。同じだけ力を込めて。プリン食べよう。目は大きく結び目は苦しそう。カラメル入ってるのかな。入ってた。どこのプリン？わかんない。
なんか普通のやつじゃないプリン。これなんか店割れたり分かんないよね。まあいつかこのプリン。お酒飲む、まあご飯一人の時はそんな飲まない。そんなってかなんか大体ご飯の時はあんまりお酒飲まなくて、ご飯食べ終わってから例えばじゃあちょっと飲むってなったらそういうとこ飲むけどって感じだね。だからその飲むってなった時にしか飲まないかも。普段家ではね、前にひじの家でなんかお家で友達とかと飲んだ時があって、その時のお酒が残ってるぐらい冷蔵庫に。でも自分が一人の時飲もうって思わない。でも今日はご飯食べた時に飲んだけど、相手に合わせます。一緒にいる時の感じに合わせる。いや今日は日本酒とハイボール飲みました。なんかその今日食べたご飯ね、なんか瀬戸なんだっけ、瀬戸内の料理みたいな、覚えてなんか地酒みたいな、だから日本酒とかハイボールも地酒みたいな、ちょっと美味しかった。久しぶりに日本酒飲んだもん。一杯目に飲むものはその時によるけど、ハイボールか、最近ビール飲みたいって思うかも。夏だからかな。ビールが美味しそうって思う。この間、今日のご飯は一人じゃないですよ。この間ね、お腹いっぱいになっちゃった。ご飯食べた時に、まあでもなんか友達と、なんて言ったらいいんだろう、2回目ましての友達、なんか1回目会って、であまたご飯でも行こうってなって、たまたまタイミングあって行った時に、その1回目の時も、まあ、ご飯だったんだけど、お酒ちょっと飲んでてね、でお酒の話になって結構飲めるみたいになったから、じゃあなんか飲みながらご飯食べれるところがいいねってなって、んで行ったんですけど、その時久しぶりに飲んだかも。あ、その時ご飯の時ってなってるのに結構飲んだの久しぶりに。一番最初はビール飲みたくてビール飲んで、その後ハイボール飲んで、ハイボール2杯ぐらい飲んだのかな。でなんかお店がサービスですって言って、なんかスパークリングワインみたいな感じの人、なんかグラス1杯分くれて、で ありがとうございますみたいな感じで、まあそれは飲むじゃないですか。その後ワインを飲むってなって、白ワインをボトルで一つ開けて、2人だったんだけど飲んで、普通に酔っ払いました。やばいよね、普通に酔っ払った。ちゃんぽんしすぎて、でも量的にはそんなに、だって言うてビール1杯とハイボール2杯とスパークリング1杯
でも1234杯で、まあ、白ワインボトル半分、まあ、飲んでるかだけどマジちゃんぽんしすぎて久しぶりに酔っ払った記憶がある。ワインは昔あんま得意じゃなかったんだけど、まあ、最近ワインまだ美味しいなって思うようになりました。ビールも昔あんま得意じゃなかったんだけど最近飲めるようになった。でもやっぱワインと日本酒もそうだよね。日本酒ワインは酔っ払いやすい。まあ簡単に、うん、度数が高いってのもあるけど私さ本当食べ合わせマジバカなんだよね。本当にやばいよね、うん、結構何回も言ってると思うんだけど、コンビニとかそれこそウーバーイーツとかも頼みすぎちゃうの。絶対食べれないって分かってる量なんだけど、これもちょっと食べたい、これもちょっと食べたいってなって、さすがにあの人のお金ではしないですよ自分のお金の時ね、の時はマジでめっちゃ買っちゃう。この間ウーバーイーツなんか久しぶりに、私ウーバーイーツも多分1ヶ月ぐらい頼んでなかったの、なぜか。ね、久しぶりに頼もうと思って、あ、この間の大雨の日あったじゃないですか。あの日だ、家帰ってきてもう大雨すぎて、もうご飯も買いに行くのとか食べに行くのとかめんどくさくて、ウーバーしようって思ってウーバーで頼んだ時に、なんか豚のなんだ豚丼、豚の照り焼き丼みたいな写真がマジで美味しそうだったので、もういい、それを頼みたいと思って最初見てて、そしたら担々麺が出てきて、でその担々麺が前にその友達が頼んでて、でも美味しかったやつだね。あ、担々麺も食べたいと思って担々麺頼んでた、そしたらあれポテト食べたいかもしれんってなって、その時大雨だから近くのマクドナルドが全部ダメだったの、配達の人がいませんってなってね、ケンタッキーのでポテト頼んで、ポテトとドリンク頼んで3つだよ1食で、やばすぎ。結局全部食べなかったんだけど、そう大雨の時にも配達してくれて、さすがになんか普段あんまりこうチップとかじゃないんだけど、大雨の時とかあと荷物超多く頼んじゃった時とかはチップやってます、ウーバーの。申し訳ないじゃんこんな雨の中。雨の中ありがとうって。食べたくないのに食べちゃう。だってお腹いっぱいだもん。ウーバーイーツね、私名前変えてるからフィーの配達ちょっと分かんない。
逆にさ、アマゾンとかそういう届き物とかはちゃんと自分の名前でやってるけど、それってダメなんかな、わかんない。ご飯屋さんのさ、なんか待つところの名前とかも毎回名前変えてる。さすがにウーバーは、あとウーバーとゴータクシーとかウーバータクシーとかそういう系は自分の名前でやってない。ご飯屋さんは、まあ、その時名前書くから名前忘れないけど、まあ、Uber とかタクシーとかはずっと固定の自分の名前じゃない固定の名前でやってるから、別にそのやってる違うけど、例えばなんだろう、あ、ホンダですとか、ホンダじゃないけど、ホンダでやったことないけど、タクシー乗るときとかもさ、なんかお名前とか言ってたら、あ、ホンダですって入ってくる。あたかも自分がマジでホンダかのように入ってくる。違うけど、あ、もうダメ、本当にお腹いっぱい、マジでこれ以上食べたら後悔する。やめよう。でもやっぱりひじりって。珍しいわけではないんだけど、まああんまり出会わないっていうか、本当に私もあんまり、まあ、ゼロではないけどマジで数人ぐらい、私女でひじりってあんま会ったことなくて、男性の方でひじりっていう人は一人ぐらいかな、会ったことあんの今。待ってて、だから名前聞いた時に「ひじりです」って、で初めましての方とかさ、お仕事とか一緒になったりとか、プライベートもそうだけど、そしたら絶対「えそれ名字?」みたいな言われるもん。名字でひじりもあれだけどさ、名前ですって、もう珍しいかっこいい名前だねみたいな言ってもらえるんだけどさ、やっぱ特徴的だ、あんまり、まあ、特徴的ではないけど、まあ、あんまりいないからこそ、まあ、覚えてもらえるじゃん名前を。だからすっごい私本当にひじりでよかったってマジ心の底から思うし、マジ親のセンスすげえなって思うし、そこに関してはマジ本当にうちの親大好きなんですけど、そこに関してもとっても好きなんですけど、だから悪いことできないですよね、しないけど。しないけど、だってひじりちゃんがどこどこのひじちゃんがさ、あ、ひじりちゃんってあのひじりちゃんってなっちゃうじゃん。でさ、世間マジ世の中って狭いなって本当に最近思うし、だからなんかもう最近すごい発覚するのがさ、なんか友達とかと話してて、友達と話してた、最近この子ここでさ、この子とさとか、この人とさ、のがのがでさって言ったら、え、なんとかなんとかって、このなんとかなんとかみたいな。で、ほんと世の中狭すぎて、もうなんか世間狭い、予想外の人とつながりがあったりするわけじゃないですか。だから自分がこうどうね、うちは悪いことしてないですけど、なんかね、いい人間でいようって日々思います。
確かに、せいちゃんとかさ、どこだったらきよしとかもそうね、読み方違うのはあるけど。今日の服装、白のなんかミニタイトミニワンピみたいな感じです。そう、丈が短いんです。今日はミニの気分でした。自分を言うときひー、あーでもひじ、自分のことひじっていうかひーとか呼ぶよ。ひじっていうのですらめんどくさいとき、ひーさーとか言う。ひーのもとか言うね。いいな、露出多い、うん、なんかさ、わかんないんだよね。なんか自分が露出多いと思って着てないからさ。そこに関しては自分の着たい服着てるかなって感じかな。とかもう言ってしまえば、なんかそのビキニとかもあんまりな、抵抗はないっていうか、うん、別に安売りしてるわけでもないけど、別にさ、食べてる、また食べてる、また食べてる、怖い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 。遠くに置いたら食べとるしも、やめて、お腹いっぱいなんだから。かな。全然日常でお腹も出してるし、髪切るしって感じかな。口が寂しいんだよね、お腹いっぱいだっつってんのに。今何分ぐらいやってるんだろう、配信。口の端メロン食べる。でマジでこのメロン超美味しいの、本当に。砂糖かけましたかっていうぐらい超甘くて。でもなんかこれ傷みやすいから、家に帰ってから切って食べなって言われたから、切らなきゃいけない、それはめんどくさい。冷蔵庫に入れるのもめんどくさいのに、包丁取ってくるとかめんどくさい。めんどくさがり屋です。50分ぐらい。確かに痛みやすいなら早く冷蔵庫。確かにすぎるでしょ。おもろすぎ。そうだよね。わ、ケンケンありがとう。なんかすごいいっぱい投げてくれた、もしかして。すごい、なんか何これ、レインボーなんちゃらって書いてる。ありがとう。嬉しい、ありがとうございますね。代わりに入れてほしい、マジで。でも本当に美味しい。なんか静岡のメロンらしいです。これ花火なのね。なるほどね。わ、たーくんもありがとうございます。ね、花火やりたいな。線香花火いいね。花火大好き。でも地元でやりたい、花火。たーくんもありがとう、いっぱい。やばい、もう TikTok でこれさ撮ってたからさ、頭から離れないんだけど。何事で、昨日もさ、急にさ、あれが離れなかった。オムさんありがとう。あのインフルエンサーだっけ、乃木坂のやつが流れなくて、ずっと歌ってた。オムさんありがとう。冷蔵庫、なんとね、ちょっと引っ越してから冷蔵庫遠くなったんですよ。はるかに冷蔵庫遠くなったんですよね。昔の家はね、ちっちゃかったからあれなんですけど、
なんとどこに植物の力でみんなの背中を後押ししたい。ビビリトムさんありがとう。カナリスキーさんもありがとう。ね、びっくりした日も、そういや昨日ね映画見てたんですよ。映画見てたからこの音量になってました。やばすぎ。てかさ、私なんだっけ、そうシーズン4まで見たやつのなんだっけ急に出てこない、ストレンジャーシングスに友達とハマってて、で一緒に見てたのね。でそれを見終わっちゃったわけ、シーズン4まで全部。でも今シーズン4まで出てて、シーズン5まで2年後なんだって。でもあれハリーポッターと一緒でさ、シリーズものなんだけど、登場人物がまああれ中学生だったかな、中学生ぐらいのまあその子たちがまあメインなのね。仲良し組の話がメインなんだけど、その子たちがまあそのまあ戦っていくみたいなものストーリーなわけよ。だからそのシーズンごとにさ、今まとめて見てるけど、シーズンごとにやっぱ成長していくわけ、その子たちが。本当に役の人が変わらず、だから2年後かや、めっちゃ遠いやんとか思ったけど、確かに人間成長するとか、あ成長したなってこう見た目で分かるさ、大きさが変わってくのってやっぱそんぐらいかかるよなとか思って。確かに制作について考えたら、確かに2年後はまた早い方ではあるのかなっては思ってしまった。でも本当にちゃんと大きくなってというかね。だからさ、それを見終わってしまって、やっぱ喪失感なわけじゃないですか。そのシーズン4まであったのにだよ。そのシーズン4なんて1話2時間20分とかあるからね、やばくない？1本の映画やんってぐらいあるのよ。それをついに見終わってしまって、なんかもう悲しいねって、あとちょっとあと1個で終わっちゃう、あと2個で終わっちゃうとか喋ってなんか見てたんだけど、だからさ亡くなって、なんか何見ようかってなって、で次ウォーキングデッドに入りました。ついになんかでも、ひじウォーキングデッドはななみちゃんとね、あのコロナに入った時ぐらい、おむさんありがとうの時に、ななみちゃん家で家族とみんなでね見てたの、ハマって。でも多分今結構出てるじゃん、10とかだけど、多分8とかで止まってんだよね。8、9まで行ったかな。進んでますか、治った、よかった。ちょっとまた電話来たんですけど電話来たけど、もう次出ないわちょっとまた後でかけ直す。また後でかけたいと思います。で何の話してたっけ。でそう見てたんだけど、途中でまあ完全には見切ってなくて、今新しいの出たよね、ウォーキングデッドもね。そうだよね。んでまた1から見始め、今1の3ぐらいまで行ったかな。なんか私携帯でネットフリとかそういうの見るときは倍速にしちゃうんですよ。本当に全部倍速で見ちゃうの、せっかちだから。変なところ 1.5 倍速で見てるのね、ずっと 1.5 倍速だから。私あのなんだっけ、あれなんだっけ、あのロミジェリじゃなくてレミゼとか好きなんだけど、レミゼからなんだか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 なんだって感じなので、 1.5 倍速で見ると私感動半減みたいな感じなんだけどなんですけど、でもなんかその時友達と見てるからさ、ストレンジャーシングスとかウィケンデッドとか、だからテレビの倍速の仕方が分かんなくて、そうだからストレンジャーシングスとかウォーキングデッドはマジ普通の倍速で見てます。普通の速さで見て、
でもだんだんね、私だいたいそのなんだっけなんだっけ、何を私なんだっけやばすぎ、マジですぐ忘れるマジで何を落としたんだっけ、何を落としたんだっけ、怖い、何やったっけ、思い出した、ネットフリのやつやってたよね、ネットフリ、なんだっけマジで忘れた、やばい怖すぎ、劣化だ劣化、キングで、あそうだあそうだ、映画をね、だいたい吹き替えじゃなくて普通のあの音声の字幕、英語とかだったら普通に日本語字幕で見るからさ、英語なわけじゃんか、だからもう英語とかも早くちゃうわけ、なんだかんだなんだなんだって感じだけど、 1.5 倍速で見てる、常に 1.5 倍速で見てるとその速さが普通になるから、マジで全然聞き取れるの、だから言葉とかもなんかよく友達とかに突っ込まれるんだけど、 1.5 倍速で見てるとまた倍速で見てるみたいな感じで言われるけど、自分からしたら逆に 1.5 倍速じゃ足りないぐらい遅く感じるの、もはやずっと見てると、本当にずっと見すぎて倍速にしてるかっていうのも分かんなくなる、だんだんやばいよね、それはやばいとは思うんだけど、やっぱさ、でも日本語で見ちゃう、日本語じゃ吹き替えで見ちゃうとさ、なんかその声で印象づくじゃん、だから最初さ「ウォーキングデッド」ななみちゃんたちと見てた時は普通の吹き替えで見てたのよ、だけど多分シーズン何話ぐらいかまで吹き替えでは見れたんだけど、確か8か9ぐらいから吹き替えじゃなくて字幕じゃなきゃ見れなくなったのね、だからその8までその字幕吹き替えで見てしまったから、自分の中でその声とキャラクターの印象がもうつきまくっちゃって、急に字幕になった途端になんか違う映画見てる感覚になっちゃったの、そうだからもう一回それで見たらもうシリーズもんとかはダメだね、だから今ウォーキングデッドは字幕で見てるんだけど、だからなんか違うやつ見てるみたい、なんだろう、内容全然入ってくるよマジで 1.5 倍速になれたら、フシの話し方やっぱ面白くて笑っちゃう、何が何めっちゃ普通に喋ってるんですけど、いい意味よかった、いい意味でよかった、何しようとしたか、マジで何しようとしたかすぐ忘れんだけど、怖すぎ、なんで何でさこの YouTube 開きまくってんだろう、何しようと思ってテレビつけてさ、怖いんだけど、どう、何事、かわいいだってありがとう、嬉しい、
歌おうとしてたわけじゃないんだけど、なんでなんだっけ、ほろ酔い。いやそれがねマジでお酒1ミリも酔っ払ってないんだよね、びっくりするけど。今日そう、今日ご飯の時に日本酒とハイボール飲んできたって言ったじゃないですか。マジ1ミリも酔っ払ってない、いつも通り。何曲か歌って終わろうかな。3曲ぐらい。タコタコ太郎さんありがとう。天使のようにこの瞬間最近ハマってる曲、最近ハマってる曲はね、意外と昔の曲聴いてるかも。宇多田ヒカルさんとか聴いてるかな。本人や名詞歌う暇があったら集め。なんだっけ、忘れた。また暇だったら発明して、ライブの時向けて発明して、発明ように俺はなる。自尊自尊心、自尊自尊心、歌う自尊自尊心、歌う自尊。なんか届きそうで届かなそうな、ありえそうでありえなそうな、君の仕草の一部始終、脳で解析フルスピードで試されてたりするのかな。それなら望むとこだけど、遊ぶだけの相手欲しさならばどうぞ丘を渡ってよ。君の分厚い恋の履歴に残ることに興味なんかないよ。君のたった一人になる以外には、なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、俺じゃないなら早く言ってよ。そんなに暇じゃないんだ、ちょっとひどいんじゃない、あんまりじゃない、恋がなんだ
君が教科書になってくれるかい、いいよって君が言うなら今いくらでもあるから。いいね。なんか関連の曲。クロちゃんありがとう。タコタコ太郎さんありがとう。カール続く心地いいまつげをウォータープルーフマスカラでも。なんか失恋系。先の暗がり星が綺麗に見えるってさあ、地べたに寝転んじゃう渡り、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になったか、信号は点滅してる、肌寒くなり始めた季節に初めて間違いをつないだ二人の物語、二人で一つの傘を差したり、ブランコに乗り星を眺めたり、星ボタン式の信号機を意味が手をすくだり、仰向けになって見た湖中に浮いてるみたいってさ、シャイでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕なら本当に飛べるような気がしていた、ふわふわと夢心地、君の隣、君の見る景色は全部僕のものにしてみたかったんだ、君を忘れられんな。悲しい歌やな。私の初めまして、私が中学校ぐらいの時のカラオケのお箱だった歌、私のお箱の歌でした。これはI'm not afraid to die.
曲じゃん。いっぱいありがとうみんな。なんか今日なんか失恋みたいな悲しい感じになっちゃったね。歌える気がする。またワイヤレスじゃなくてさ、あのイヤホン買ってこようと思ったのに毎回忘れちゃすると電話も古虫。もういっか。物もあるけど。
かる気がするけど分かんないかも、しかしたらこれでしょ、これじゃない、目にかかる髪の毛とかき分けた指、壊れそうでどこか寂しげな背中、頼りない太陽をにじませながら微笑んだその横顔を見つめていた、いつの間にかそのすべて視界に入ってくるの、心が波打つ痛みにどうして気づいてしまったの、した瞳の奥で誰にも見えぬように行き場もなくてさまよいながら、あなたと見る世界はいつでも綺麗だった、光る小さな星が残ってる、高っ、人生で初めて歌ったんだけど、確かにこれあれだったね、有村架純さんがのひじりちゃんって役だったの、せやせや、低めの歌、バッテリーが長持ちするから寝落ちしても大丈夫、 Google Pixel 6A。 わ、アムロちゃんのラブストーリーいいね、歌おう、ちょっとあいみょん歌います、これも高いか、この恋が実りますように、ちょっと高いね、一体このままいつまで一人でいるつもりだ、ちょっとわかんない、だんだん自分を憎んだり誰かを羨んだり、いつかいつかと言い聞かせながら今日までたくさん愛してきた、そして今もこの恋が実りますように、少しだけそう思わせて、今私恋をしている、あなたの心が抱えて、いい歌、一体このままいつまで、うわ懐かしい、お、クロちゃんありがとう、
懐かしいな、マジで好きで聴いてたいっぱい。歌えるかな。昔からラブストーリー苦手なの知ってたでしょ、恋に身を焦がすひどい果てしなく続くガールズと歌はいなく繰り返されるくし、いつも抜け出したかった。私はベイビードンクライがよく歌ってます。懐かしいの。クロストゥークタワイン知ってたでしょ。んんちょっと英語だらけで歌えないんだけど、私が安室ちゃんの中で一番好きな歌はこれなんです。結構なんか大人な歌詞の内容なんですけど、子供の頃マジでこれ大好きすぎて、超お母さんこれかけてって言ってたけど、大人になって歌詞の意味分かったら結構刺激的な歌詞でビビった。マジこれ大好き。うんうんうん、あーこれカラオケで歌う曲だな。みんなSo to I want you now. Let's go. ボンベボンベ弾け飛ぶ胸のボタン、焦りすぎてエルマメ、ちょっと待った落ち着いて手取り足と抵抗する二人はだけブルースに、でも忘れないで知ってますかこれ。朝イケレスにもみれめ Oh boy you are soもう何度も繰り返してるのに、もう Hey 君もマシャオ I like it too Yeah, yeah, you get to Anything you want me to do I can do you, I can do you 隅から隅まで穴からも手ぶれどこもかしこもだけで見せて カラオケで歌う曲ではあります。ムロちゃん声だけ歌おう、声だけ歌って。マジこれなんか昔の懐かしい気持ちになる、この音楽聴いてると。信号待ちにかけた見覚えのある青い T シャツ、変わらない笑顔、流れた時はちょうど3years。声かけようとその隣に見知らぬ誰か、ふとそらした目に映る空はいつもと同じで、きっとこうして人を
っとずつ過ぎた季節に記憶を隠す。いつかこぼれた涙集まって日を浴びて輝くまで。それからベイビー悲しまないで、考えてもわかんない時もあるって。散々でも前に続く道のどこかに望みはあるから、雨の朝でも愛が消えそうでも一人になんてしないみたいな日もあるけど、諦めないで Let me see your smile。 なくなる方に捉えたら、いつか笑って話せる。いいか、このかな。古いのはね、なんか知ってるんだけどカラオケで歌うことないから。ガールストークとか好きです私。このいわゆるなんかモテ曲みたいなやつあんま歌わないからな。
歌詞を。フラワーってこのフラワーちょっと歌手のフラワー。いつも心地よくいたいのでまつげも私もカール続く心地いいまつげをウォータープルーフマスカラでも。じゃあこっちのフラワーなのかなと思ってこっちのフラワー入れたんだけど違った。心の片隅フラワー小さな花が咲いたあの日の願いはゆっくりと日向の中ソロイベントだってソロイベントぐらいぶりに歌ったんだけどやばすぎ。うわ懐かしい。よくさアイジさん右肩とか歌ってたよね。懐かしい。タイムマシーンなんていらないとかもあるんだけど懐かしい。絶対歌わないもんプライベートでもう歌うことなくなったね。昔よりは上手くなったかな歌。思い出すよ今も恋と気づいた夏を時計そうの花が日向に溢れた機会ないから3連チャン歌って次の感じに行きたいと思います。最大72時間使えるスーパーバッテリーセーバー。バッテリーが長持ちするから寝落ちしても大丈夫。今日はお家で来たって全然東京です。でも東京ね一人暮らししてるんです。ピッピッゲイピッ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 ゲイピッ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 ゲイピッ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 。知らないうちに眠ってたみたい。カフェのテラスで日差しに包まれて時計を見たら5分の出来事。テーブルの向こう微笑むあなたはいつからそこで放
懐かしいね。ソロイベントの時よく歌ってた。すごい、太陽ノックとか懐かしい。今年の夏はグレーゾーンアイランドで楽しもう。ちょっと月曜日はお得なウーバーイーツ、さあ注文だ。やったことないけど、なんか関連でめっちゃ出てくる。これ夏っぽくない？海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、全開にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう、何でも出会える中じゃないか、 1,2,3,3,2,1 女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガラス彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズ畑山マリーナ、秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで。逆に前さ、ショールームにまだカラオケっていう機能が入ってなかった時にさ、 AKB 系しか歌えなかったじゃん。それが懐かしいよね。今逆に歌わないからね。うわ、高いけど久しぶりの歌。ちょっともうそろそろ歌えない、ちょっと疲れてきたから、あと3曲ぐらいにしよう。これも合わせて。ニューラックスバスグロウ、めっちゃ懐かしくて震える。懐かしくて震えます。会いたくて言いたくて震える、君を思うほど遠く感じて、もう一度聞かせて嘘でも、あの日のように好きだよって。懐かしすぎない？やばく言ってこれ。今日は記念日本当だったら二人過ごしていたかな、きっと君
きだった笑顔も全部あの子にも見せてるの。Baby I love you、 君はもう私のもじゃないことくらい。でもどうしても君じゃなきゃった。だから You are the one、 会いたくて最後に行っちゃうのよ。高っ。結局終わっちゃった。オーマイガー、最悪。うわ最悪。私がバスケ時代に超
きで、もうこの一個必要なめんどくさいな。あれがないのかな。ないんだね。私の好きな歌あるかな。今日が終わる、やり残したことはないかい。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたかい。一生忘れないような出来事に出会えたかい。かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。これめっちゃ好きだったね。ヒジ超聴いてた、バスキ時代。懐かしいよね。あ、これどんな感じだっけ、ちょっとわかんないな。伴奏だけじゃわかんないんですけど、久しぶりに聴いたんだけど、わかんないかもしれない。ちょっとあの後ろを入れてもらっていい？いい曲なんだけど、みんなに聴いてほしい。この寂しくわかんない。これをバスケの時にもう行き帰りずっと聴いてて、大会の時とかで、なんかわからない、全然思い出せない。洗脳のように聞かされてた。これなんか定番だよね、この歌。全然わかんないんだけど、伴奏じゃん。サビだね。やり残したことはないかい。入りすぎじゃない？
花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声をいつも遠くから君を見ていた。でも今日は僕を見つめて言えた。終わりで終わりで、あんまもいね、初夏の晴れた昼下がり、私は生まれた行きました、母親喜びようは大変だったと聞きました、少し困った顔なんとか、あんまよあなたは私のなんだかなんだかだだ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 だ、投げ捨ててはありがとうございました。ちょっと結構やっとるよな今時間。じゃあランキング読ませていただきたいと思います。13位はフォーコアトンコヒジリ翔さん、ありがとうございます。12位はゼフさん、ありがとうございます。11位は M5 さん、ありがとうございます。10位はマカオのリュウさん、ありがとうございます。9位は三浦アート HLF さん、ありがとうございます。8位は香港のゲーキアート7レンジャーとナトリドンさん、 Thank you、 ありがとうございます。7位はホアンさん、ありがとうございます。6位はオムさん、ありがとうございます。5位はター君、ありがとうございます。4位はクロちゃん、ありがとうございます。3位はチェコ、ありがとうございます。2位はタコタコ太郎さん、ありがとうございます。そして1位はケンケンでした、ありがとうございました。それではまた時間がありましたら配信したいと思いますので、ちょっと毎回気まぐれではありますが、また見てください。ありがとうございます。確かやばい、忘れてた、完全にメロン忘れてたわ、やばすぎ。ちょっと配信したらこのまま持ってくわありがとうございました。皆さん今日 TikTok 上げたので、ぜひ TikTok もいいねとコメントお願いします。じゃあまたね。あ、海行ったインスタもちょっといずれ投稿すると思うので見てね。じゃあまたね、バイバーイ。